じゃあ改めまして皆さん、えっと今日の授業は特別レクチャーとして平山みなみさんにお越しいただきました拍手でお迎えください,い昨日から2日連続であの授業をやってもらってますけれども、はい、今日のこのサーキュラーの授業が一番のメインで、えっと、お願いしていたレクチャーで。 えー、まさにその環境,の環境に関連して彼女はグラフィックデザインの世界で、えー、その道を切り開いているっていうことでこれまでのキャリアとかその歩みとかも含めて今日はその環境問題とかあとその環境と裏,裏返しのセットになってるかもしれないですけど今の,その現代のマーケットの動向とか消費社会みたいなものとデザインがどう関わってきて。 それにデザインがどういうふうにこう変えていくときにどういうふうにこうなんていうかな貢献できるのかみたいな話になるのかなとえまあ予期はしてるんですけどまあどんな話になるのかっていうのは私も事前には完全には聞いてないのでえっとちょっと1時間ぐらいですかねえ話をしてもらいながらもうちょっとする1時間1時間ぐらいしてもらった上でみんなからもどんどん積極的に質問出してもらって。 私も多分聞いている最中で、えっと、質問が出てきたらもしかすると投げるかもしれないですけど、はい、そんなふうにして一応、収録はしてますけれどもざっくばらんな感じで、えっと、進めていって、まあ、でも、基本は1時間レクチャーもしくは私から投げかけた問いにちょっと答えてもらうみたいなので後半の30分とかで、えっと、質疑応答で質疑応答の時には皆さんマイクを使ってもらわないと声が拾えないのでマイク使ってしゃべってもらえたらなというふうに思っています。はい <laughs> はい。じゃあ早速よろしく、はい、いいですか。あ、私からちょっと簡単に紹介した方がいいですかね。これはもうマイク入ってる状態なんですか。うん、<あ>入ってる状態です。わかりました。はい。<laughs> 全部声を拾,て、はい、拾ってるんですね。はい、すみません、了解です。平山さんはえっとタムワ美術大学のかつてあった、えー、髪の毛のキャンパスにあった夜間学部っていうのがあったんですけれども、そこのデザインデザインコースデザイン学科に入ってきた もう卒業してだいぶ経ちますけれども私たまびで仕事を始めたばっかりぐらいの時に平山さんが学生として入ってきていてとはいえそこは社会なんていうかな夜間学科だったので3分の1ぐらいはやっぱ社会人入試で入ってきていて。 昼間働きながらとかまさに平山さんそうだったんですけれども昼間働きながら通ってきていたりとかあるいはある程度の年齢になってから、まあ、どうしても絵が描きたくてやってきたりとか、まあ、仕事ずっと続けてたんだけれどもどうしても何かやりたいと思って入ってきた人とかが3分の1とか半分ぐらいいて、えっと、あとの半分はなんか昼間の学科に落ちちゃったとか,あなんかその芸,芸大に落ちちゃったんだよみたいな感じのいい尖り方をした人たちも入ってきてて。 3コースあって、えっと、かつては造形学科っていう絵を描いてるコース、あの、遊具と日本画が一緒になった珍しいコースと、とデザイン学科って非常に広いくくりで、そこにいろんなデジタルメディアとかさまざまなものが入ってるコースと、あともう一個が映像演劇学科っていう映像と演劇両方やってる人たちが集まってるところで、非常に小さなキャンパスだったんですけれども、密接な交流が起きてる面白い学科だったんですね。えー、そこに入ってきて、えー、今でも あのよく覚えてますけれどもなんかめちゃくちゃ熱心に、まあ、あのさっき言ったみたいに半分は働きながらなのでみんなその必死さがやっぱ違っていてそのこれにかけてやってきてるっていうかその4年間にかけてやってきてるし何か吸収して何か作ってやろうっていうふうに思ってやってるきてる人たちが多くいたのであと年齢層もバラバラだったっていうのも面白かったところでそこで、えー、初めて出会ったんですね。うん でそれ卒業してから、ああ卒業する前からいろいろなプロジェクトをご一緒したりとか、ああ冊子を作ってみたりとか協力していただいたり、ウェブサイトを作っていただいたりしてたんですけれども、えっと出てからの歩みが非常に面白くて、それもセットでちょっとお話しいただけるといいかなと思います。はいはい、平山さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと今ご紹介にいただいた平山みなみと申します。えっと。 今日は、えっと、サーキュラー×アート×デザインっていうあのとても素敵な取り組みがたまびであのしかも中村先生の指導のもと始まるっていうことであの卒業生の一人としてもすごいワクワクしているしその,あの授業の 大事な1回に読んでいただいて、こうやって授業をさせてもらえるってことで嬉しく思ってます。で、自分がこうまあ、皆さんのあのこの授業の中でどんな話をするのがいいかなって思った時にえっと。消費とグラフィックデザインっていう。まあ今タイトルをつけてるんですけど、あの自分の経歴も含めてこう。グラフィックデザイナーとして活動してきた。あの経験からこの。 こととについいてて今日は話したいなと思っています、はい、であの中村先生を通してこれを読んどいてほしいですみたいな感じで文献をあの私してたと思うんですけど文献っていうほどでもないかもしれないですけど、えっと、実はそのこのテーマに関連するんですけど「えっと、ジレンマとともに未来からデザインする」っていう本を 3年前ですかねに作ってで今回日本に一時帰国しているのに合わせて、えっと、日本でも再印刷してあの出版しましたでこの中の,あの初めにの部分をあの皆さんにあの,あの読んでほしいなと思ってお送りしていましたなのでまあその読んでもらっていると仮定してあのどうして私がこういうモチベーションであの消費と グラフィックデザインっていうものをやっているかっていうことはなんとなく分かってくれているかなっていうふうに思って話を進めていきたいなと思います。うん、でまず改めて消費っていう言葉を辞書で引くと、えー、使ってなくすこと使い果たすこと非生っていう1つ目の意味と2つ目の意味に「 経済で人間の欲望を満たすために財価を消耗する行為生産と表裏の関係にある経済現象っていう意味が出てきます。であの、まあ、見てわかるとおり私がこう話したいなと思っているところはこの2番の意味の消費行動ですね。 であの普段私デンマークを拠点にしてるんですけど今回1年半ぶりにあの日本に帰ってきて、まあ、特に東京に来た時にやっぱり広告ががすすごいいなというあの実感がありますあのデンマークってあんまりあの公共の場所に大きいあの広告っていうのがそんなにないのであのこういう例えば渋谷駅とか行ってこういうものを見た時にすごい 圧倒される感覚がありますであと <laughs> 東急ハンズとかに行ったんですけどやっぱり何だろうなあの別にいらないんだけどあったらいいかもとかなんかこれかわいいでしょとかこれが思ってたら素敵じゃないみたいなそういう消費を煽るものがとってもたくさんあるなっていうふうに思いました。で なんかそれを全部批判的に見てるというよりかはや,やっぱり可愛いなって思っちゃう自分も <laughs> にもなんか気づくというかそういうい感じでしたねであと、一番こうなんだろうこう数ヶ月に東京に滞在しててだんだん辛くなってきたのが電車の広告でその特に電車の広告ってあのやっぱり何なんだろうなこ,うこうした方がいいですよというか。もし はもうこうしなさいぐらいの脅迫観念をあの与えてくるような広告がすごく多いなという感じがしていてあの例えば美容の広告であるとかまあ頭を良くするとか,かない筋トレするとか,なんかとにかくとにかくこうもっともっと良くなりなさいという,なんかこう押し付けてくるようなあの広告でそれに対してもっともっとお金を使ってくださいというような広告が多いんじゃないかなというふうに感じました。 で、これはあのデンマークのあのメトロの写真なんですけどで、これはあのなんだろう。コペンハーゲンにコペンハーゲンという首都のあの町の人たちがいつも使うメトロの中の様子で、あの全く広告がないんですよね。だから、その普段の移動の中で広告を見ることが私はほとんど。 ないので、まあ、こういう生活に慣れている人間がやっぱり東京に来てこういうものに囲まれて特に最近「TrainTV」っていうのが始まってて<ー>こう液晶でどん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 さらにこう静止画じゃなくて動画であのいろんな情報を訴えてくるっていうそういう環境に行くとちょっとびっくりしてしまうなっていうのを感じました。でまあ、その私たちが感じているこう日々の,あの 報告のちょっとうるさいなっていう感じとさらにちょっと飛躍してあの消費の行動ってどういう影響を与えているのかなっていうところをもうちょっと見ていきたいなっていうふうに思います。でここの行き過ぎた消費と不公平不公公平インジャススティスの関係ということでちょっとここからちょっとテーマを大きくして話していきたいなっていうふうに思います。で 私がこの,、まあ、この本を作るきっかけにもなったんですけどあの、えー、なった記事があります。それはあの「の初めに」の中にも書いていたので読んでくださったかなとは思うんですけどちょっともう一回触れたいなというふうに思います。でこれはあの科学雑誌の「ネイチャーが2020年に発表した記事だったんですけどその中であの人間が作り出している人工物質の総量が 地球の自然由来の有機物の総量を超える、超えましたっていうあの記事だったんですよね。で、まあそのそれ自体に結構衝撃を受けました。なんかもうね、何十億年もかけて地球が作ってたきたこう自然物よりもこう人間の活動による人工物の方が総量が多いっていうことが正直こう理解できなくて、そんなことがあり得るんだっていうふうに思いました。 で,でさらに言うと、えっと、2020年に世界に刻印される巨大な人間の足跡は他のの全ての生物が地球に与える影響よりも大きいそれはまあこれはなんとなく皆さんも想像できるかなとは思うんですけれどもやっぱり人間活動っていうのがどん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 大きくなっていってどんな あの生命体ににあの地球上にいる生命体よりもあの残しているまあ英語で言うとフットプリントって言うんですけどその足跡がどん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 大きくなっているっていうこととえプラスチックの量だけで陸上動物と海洋生物を合わせた量よりも多いっていうふうに言われてます。クジラとか 想像してもらったらわかると思うんですけど、一頭のクジラでもものすごい大きいですよね。でもそれそのクジラなんか世界中にいるクジラ全部集めても、私たちが生み出してきたプラスチックの量の方が圧倒的に多いっていうことをこの記事の中で言っていました。で、もう一つ触れたいなと思っているコンセプトがあって、それはあの。 本の中では触れてなかったかなと思うんですけど、えっとオーバーシュートデーっていう考え方があります。で、オーバーシュートデーっていうのは何かなっていうと、えっと地球が1年間に生成できる資源の量っていうものを基準にして、じゃあその資源の量に対して、それぞれの国の国民たちの暮らし、暮らしの中で使っている資源の量って。 地球が生成できる量に対してどれぐらいの量の資源を使ってしまっているんだろうっていうのをあの指標化しているあのものです。で、今あのまあ去年ですね、二千二十三年の世界全体のオーバーシュートで、は八月二日っていうふうに言われています。要はその八月二日の時点で地球が一年分、地球が一年で作り出せる資源 の量を8月2日で使い切ってしまうっていう計算なんですよね。で、まあ、要はその残りの期間っていうのは、ま未来世代から借りていたりとか、その地球に負荷をかけて使ってしまってるってことが毎年起きているっていうことです。で、実は。 日日本のオーバーーバシュートデイは今日なんですよね5月16日がオーバーシュートデーって言われていて、えっと、1月から、えっと、今までの,あの生活の中でその資源を使い切っちゃってるっていう計算になります。あとは他の言い方で言うとなんか日本人の暮らしは地球2.8個分の暮らしをしてるっていうふうにも言われます。で じゃあデンマークはどうなのかっていうと実はデンマークの方が早いんですよね。だからこれに関しては私ももうちょっとその調べていきたいなって思ってるところなんですけど思い当たる節も結構あってその物質的な豊かさっていう面はやっぱりものすごいあの恵まれてるあの状況にあるなっていうふうに感じるので。あの 他の国の人たちがそのオーバーシュートデーが後ろにある国の人たちがの,の存在があることであの今のところ8月2日になってるけどほとんどの先進国の暮らしっていうのはオーバーシュートデーがすごく早いっていうふうになってますまあもちろんこのオーバーシュートデーの計算の仕方についての批判っていうのもあるのでまあ 全部鵜呑みにしろとは思わないですけど、まあ一応指標としてここでご紹介したいなと思いました。うん、そのデンマークが思い当たる節っていうのは、はい、なんかまあちょっと探求してみないとわかんないかもしれないですけど、うん、なんか思い当たる節生活しててどどんなところ？そうですね。なんかそのデンマークの人たちはもちろん気候変動とかサステナビリティみたいなことにとてもあの理解度があるしあのふる 広まってるなと思うんですけど、その反面で、あの、いわゆるダブルスタンダード。うん、そ,その、その、こうすることがいいことだっていうことをわかりつつも。自分の暮らしは自分の暮らし。うん、その豊かさを諦めることができないっていう人たちはいっぱいいるんですよね。うんうん、だから、例えば、その、まあ、ホリデーがたくさん取れるっていうところも相まって。毎年、夏も、下手したら、春も秋も。うん イタリアに行くとか1週間イタリアに行ったりフランスに行ったりスペインに行ったりとかそういうことをしていたりその飛行機に乗るのがよくないってことは分かりつつもあのそれは自分の権利だと思ってやる人たちが結構たくさんいたりとかまあまあそれだけじゃちょっと説明できないですけどそういう点はあるかなっていうふうに思います。ういは でその行き過ぎた消費と不公平の関係っていう点で言うと例えばですけど私たち先進まあ鍵か,か,かっこ付きの先進国がその、まあ、私たちがまあちょっと時間ないしちょっとユニクロでこれ買っちゃおうとかそういうあ,の、まあ、あとはまあ単純にお金がなくてもうユニクロでしか物を買えないっていうケースももちろんあると思います。でもそういうい消費の行動が 例えばこれこの写真はチリだったと思うんですけど、そのいわゆるグローバルサウスの国の人たちにそのシワ寄せが行ってしまうっていう状況が実際に今現在進行形で起きているっていう現状があります。でこの人たちの住環境あの環境っていうのはその人たちがの暮らしのせいじゃなくてそのグローバルノースにいる人たちの生活の仕方によって。 環境がが悪くなってしまう,っていうこといこ起きていますね。で、まあ他の側面から言うと例えばマクドナルドでハンバーガーを食べましたとでそれ自体がじゃあどういう影響があるかなって考えた時に例えばこれがビーフのパティ牛肉であったとしたら 多分その牛を育てるために大豆が必要飼料が必要になっていてでその飼料っていうのを安くあの作るために、まあ、最近ではすごくブラジルの,あのアマゾンですね主にアマゾンの,あの、えっと、森林伐採が進んでいてで森林をあの伐採してそこを農地にして牛に食べさせるための飼料をあの作るっていうのがすごく 急速に進んでますなのでも,もちろんそういうそれを進めたいと思ってマクドナルドを食べてる人はいないと思うんですけどその間接的にそういうところに加担してしまうっていうのが今のグローバリゼーションの中で起きているっていうふうに思います。で一息つきますけどそっからですね どういう関係があるのかなっていうところを話していきたいなっていうふうに思います。まこうそうは言ってもですね、私もあのたまみであのグラフィックデザインを勉強してたので、グラフィックデザインに対しての憧れとかかっこいいものを作りたいっていう気持ちはすごい強くありました。で、当時もそういうデザイン雑誌とかを見て、こうすごく有名なデザイナーさんたちの仕事とかを見て、こういう仕事が 将来できたたらいいなって思ってて思ましたででそういう素敵なデザインを今見返してみた時に実はその,その消費どうしても必要,に必要でしなければいけない消費ではなくてまあちょっとこれがあったらいいよねっていうなんかこう自分をよく見せたりとかなんか そんなに必要じゃないものも買わせるような消費を実はその素敵なデザインが手助けしてたんじゃないかっていうふうに思うようになります。で、それもあってあの大学卒業して就職するときはあの広告のデザインはしたくないなって思ったんですよね。なのでえっと就職先にあの本のデザインを選んだんですけど、まあ、本のデザインも結構、うん ファスト化してる、まあ他の業界と同じでですねその長くあの愛されて読まれる本っていうのもも,もちろんあ,のあるんですけどそうじゃなくてもう1ヶ月に1冊編集者は絶対1冊出さなきゃいけないっていうノルマがあったりとか別にこの本はそんなに大事じゃないって実は編集者も思ってるのにあの出版社が出してるみたいな本もたくさんあってですね。 でまあ、そういう本もたくさんの紙を使って作られていて、まあ、倉庫を見ればものすごい量の,その、まあ、資源ですよねが使われて売れなければ断裁されて捨てられるっていうことが起きていました。でなんか作ること自体がなんか悪いことなんじゃないかって思うようになっていくんですよね。 でそ作ることが悪いことなんじゃないかなって思い始めた頃に私はあのデンマークの王立の芸術大学のグラフィック・コミュニケーション・デザイン学科の修士をあの取ってこ,うこれから自分がどういうふうにものづくりしていけばいいのかなっていうのを考えたくてあのそこに行きました。 でそこで出会ったのが皆さんに共有したかなと思うんですけどもう一つの読んできてほしいなと思ってお渡しした文献の一つで first things first っていうマニフェストになりますちょっと英語だったのでもしかしたらあまり意味分からなかったなっていう方もいるかと思うのでちょっと紹介したいんですけどこれはあのイギリス人のデザイナーケン・ガーランドさんが1964年にあの 他のま仲間のデザイナーさんたちと一緒にあのリリースしたパブリッシュしたあのマニフェストになっています。で、その中から抜粋して訳しているものを読んでみたいなというふうに思います。えっと一般人の多くの多くが感じているように私たちの業界は消費者への売り込みの感高い叫びが単なる騒音に過ぎないという飽和状態に達しているのです。私たちは自分の技術や経験を もっと生かすべきことがあるのではないかと考えていますとあの言っていました。で、私はこのあのファーストイングスファーストというマニフェストにとこのケンガールドケンガーランドさんの考えに出会った時にすごく嬉しい気持ちになったんですよね。で、ただ彼がこれを言ってたのは1964年なんですよ。だからもう60年経っちゃってるっていう。 でもう60年間の間変わらなかったんだっていうことにもすごく衝撃を受けますで,でも実はその「ファース t t ングスファーストっていうのはあのいろんな時代でグラフィックデザイナーさんたちがあの立ち戻る場所にもなっていてあの過去に少なくとも今まで3回あの 新しいいエディションというのが出されていますこれが今最新のものであの2020年にあの出されているものなんですけどこれはあのいろんな国の言葉で翻訳もされていて実は日本語は私が翻訳してるんですけどあのいろんな人たちが行ってあの自分もそこにあの参加しますそのムーブメントに参加しますって署名をすることもできるようになっています。うん、で 六十四年ってかなり早い段階でこれ出せてる。いこの、うん、この方のその特殊性というか、うん、この方がの。多分ルーツとか、なんか関係するのかなって思ったりするんですけど。うん、なんか、ちょっと説明できたりします。ケンガー,ンガーランドさんは、なぜこのタイミングで出せたのかいう、うん。でも、ケンガーランドさんはやっぱり、もともとその社会。課題に関するデザインの仕事をしてた。うん 方なんですよね、やっぱりそういうことに対して目がすごく向いてたグラフィックデザイナーさんであのグラフィックデザイン、まあ、広く言うとデザインっていうものがそういうもの、うん、まあ公共の場で、うん、その多くの人たちにとって利益があるように使われるべきものだって考えていた方だと思うんですよね。そそそれれが多分1960年代って一気にこ,うそれこそ 消費社会とかグロー、うん、グローバリゼーションというかの始まりですよね。うん、あのものを売るっていう行為がどんどんのどのんどん加速していった時代だったと思うんです、うん、で,で、この中であの具体的に例えばなんだろうなえっとストライプの歯磨き粉とかあの匂いを消すデオドラントとかなんかそういうなんだろう。 出てそのケン・ガーランドさんがこれはいらないだろうって思う商品の名前がいくつか出てくるんですけどそれがもう同じなんですよ、正直あのその64年に書かれているマニフェストなんですけどそれもすごくなんか興味深いなって思う当時、出たばっかの時ににていうのはど,どういうインパクトを生んだというか周りのデザイナーとかはどう反応したんだろう反発したのかそれとも割と賛同を集めたのかってどんな感じ おそらくその時は賛同を集めてたと思いますのでか彼がそのあのですか発起人になったタイミングでもうすでに賛同している人たちはいっぱいいて、うん、この出されているマニフェストにも20人ぐらいその有名なデザイナーさんたちがサインしているという感じだったんですよね。でもきっとその どん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 こうものを売っていこう広告を盛り上げていこうっていうふうに見てた人たちからするともしかしたらあまりいいふうには思われてなかった可能性もあるかなとは思いますでもそうなんかあの参照ポイントとして面白いなと思うのは1964年は東京オリンピックの年なんですよね、うんうん、だからこう 日本もそのグラフィックデザインのがこう開花したみたいなふうに言われている年でもありますしこうあとはその世界の中の日本とかこうどんどんグロ,ーバルになグローバリゼーションの中に乗っていくぞっていう,こう気負いがあった時のと同じ年だと思ってみるとすごく面白いなというふうに思います。この2020年の年のマニフェストを日本語訳作って あの後でやっぱりなんか署名しただだけじゃダメだよよなななっていいう気持ちがすすごい強くなるんですよねなんでねか署名したところでそなんか署名した人が実際にそれを実践するかは分からないしなんかただ満足して終わっちゃうんじゃないかっていうのがすごく気になったのでそれがまあ結構大きなきっかけとなってあのグラフィックデザイナーがこうサステナビリティとか 本当のの意味での公,正公平性とかを考えながらあの仕事をしていくってどういうことなのかなっていうあの,のを自分で調べたいなと思ってあのやったプロジェクトがこの本でした。でまあ、この本はもともとはその大学院の課題で、えっと、グループリサーチから始まっていました。でグルーープリサーチの中であの 良いデザインとは何か」っていう大きいあのアンブレラの,あの傘のタイトルがあったんですけど<ー>その中でこう6つぐらいカテゴリーを分けたんですね、うん、でその中でまあいろんなカテゴリーがあって、えっと、例えば美しさと機能性であるとか、うんえっと、シンボリズムであるとか、えっとそ,うですね、でそのカテゴリーがあ,そうですあとあの倫理観とか。 そういういのもありました<ー>でそのなカテゴリーの中の一つがサステナビリティでクラスにいる人たちがそのカテゴリーを選ぶことができて、うん、で選んだカテゴリーの中でグ私はそのサステナビリティっていうグループを選んでデスクリサーチをあのたあのグループのメンバーとしてしたんですけどでそれがあの本の最後の方に実践ガイドとしてまとめられて。 い,います。そのリサーチの内容が<で>、内容がああはいそうですねですで。グループリサーチだったということは、そのリサーチプロセスは誰かと一緒にやってたってことですか。うん、そうですね。うん、なので、三人のあの三人とも偶然デンマーク人だったんですけど、うん、と一緒にこうサステナビリティの目線で良いデザインとは何かっていうのを。うん 面白いですねちょっと脇道逸れちゃうかもしれないですけどディスカッションのプロセスとかリサーチして一緒にディスカッションしてたんだと思うんですけどなんかその共通でこうだよねとか話したものとかあと全部で4人ですか3人4人人で共通で出てきた認識とそうでもなくてみんな結構意見がバラバラだったところとってなんか覚えてる範囲でいいのでなんかちょっと。 あ、それはそのサステナビリティの中で。サステナビリティのリサーチ。ディスカッションっていうんですかね。ねうんうんうん、やっぱりその。入りやすいところで言うと、うん、まあ、再生紙を使うとか。<ー>その、素材の話に行きがちだったんですよね。うん、その初めの段階で。うん、で、まあ、グラフィックデザイナーができる。あの。 持続可能性に関係する部分って再生紙を使うことぐらいだよねみたいなところから始まり、うんうん、いやいやそんなことないでしょっていうじゃあどういうところが他にできるかなってどんどん広げていく感じだったんですけど面白かったのはまあそうですね、うん、あのプロセスに目を向けることであるとか、うんうん、その。 なんだろうデザインの例えばデンマークだとあの本を作るにする作る作ってなった時に本の印刷をほぼデンマークでもうやってないんですよねそれはもう人件費的な問題なんですけどそのシッピングが必要になるにもかかわらずあえてそのバルト三国っていうその賃金が安い国で印刷をしてそれをまた送ってもらうっていうことをしています。ななのでそういうういんだろう デザインのだろうな過程ですよねやっぱり生産過程っていうのをもっとデザイナーが見るべきなんじゃないかとか<ー>その印刷するのはどこなのか印刷の紙もちろん紙がどこから来てるのかっていう話もそうですし<ー>その作るものがどういう,うん,なんだろうどういう素材でど,どこで作られた素材によってそれが作られてるのかっていうのを見るとかあとはさらにこう広げてみていくとじゃあその。 うん、じゃあバルト三国の,その印刷会社を作ることを決めたとしてじゃあそこで働いてる人たちの労働環境はどうなんだろうとか、うん、その広い目その意味でサステナビリティって見た時にあの賃金が安いからそ,その国の人たちにお願いしてるっていう時点で結構グレーゾーンだと思うんですけど、うん、じゃあその人たちの,その,暮,らしの暮らしに対してその,その方たちが払われてる賃金って妥当なのかとか。うんうん っていう話とか、うん、あとかあはその倫理観ですよねやっぱりそのプロジェクトをやること自体本当に社会にとっていいことなんですかっていうところをデザイナーがもっと考えるべきだとかんかそういう大きな話とか、うん、あとは、うん、もっとこう近い範囲でもいろいろあるよねって出てきたのは例えばあなたがデザイン事務所を始めますってなった時に、えー、じゃあ デザイン事務所のの電気はどうするかかとかそれは再エネの方がいいよねとかあとは銀行はどうだろうとかデザイン事務所がその銀行使ってる銀行が化石燃料にあのお金を回してるような銀行だったらそれは間接的にそっちにそのお金を回しちゃってるよねっていうこととかそういうのをいっぱいいっぱい出していくっていう、は。い その辺りのトレーサビリティっというかそれぞれの関連するステークホルダー企業みたいなのがどういうことに関係しているのかみたいなのはわりと見えやすくなっているんですかデンマークだと。それともちゃんとやっぱ調べていかないとまとか。 あの奥付けっていうものがあるんですけどそこを見るといつもあの面白くて、うん、やっぱり誰が関わってるのかとかどこで印刷されたのかとか、うん、下手するとそのあの最近のまあトレンドでもあるんですけど使ってているる紙とかまで書いてあるんで書あんすよねやっぱりその,あの印刷会社とかまあ、ね、ググればその印刷会社がどこの国の印刷会社かとか、うん、その会社がどういうあのポリシーを持って お仕事してるのかとかも見えてくるので、そういう意味ではトレースしやすいかもしれないですね。うん、でももちろんその広告とかになってくると誰がデザインしてるのかもわからないってことは結構ありますよね。<ー>それは日本もそうですけど。<ー>うん、なるほどね。すみません、はい、ありがとうございます。いやいやありがとうございます。うん、くださってでそうでこうその今広げていただいてなんか本当にありがたかったです。そういうあの。 グルーーープワククでやった行ったデスクリサーチこういうことができるよねっていうのを一つずつこうまとめていったものをこの本につけてるんですけどでもなんか私はそれだけじゃ物足りなくてうんそれがデスクリサーチだったっていうのもあるんですけどやっぱりこう実際にやってる人に会いたいっていうかやってる人の話を聞きたいなっていう気持ちになったんですよね。デスクリサーチしてる過程であの何人か すごくこうなんだろうこの課題に対して積極的に取り組んでいるデザイナーさんたちが世界には何人かいるんだっていうことが分かってきたので、もうその人たちにあの連絡してインタビューさせてくださいって言ったんです。で、そしたらあの本当にあの私も自身驚いたんですけど、全員いいですよって言ってくれたんですよね。で、その時はもうこういう本にして出版しますみたいなことは全く決まっていなくて、あのか。 大学院の学生でこういうリサーチをしててインタビューしたいんですっていう依頼だったんですけど皆さん本当に何ていうか寛容っていうか時間を知識と共有してくださってそれ,それ自体にも私はすごいなんか希望を感じたんですよね。ちょっとその国民 デザイナーさんたちにインタビューしたんですけど、そのインタビューがとっても良かったので。あの、私が、私の活動とか、私の話っていうよりかは、このインタビューの中から。あの、いくつか、あの、引用というか、言葉を持ってきているので、それを紹介したいなというふうに思います。と、えっと、一人目がですね、日本人のグラフィックデザイナーさんで、長嶋梨香子さんっていう方です。うん えっと東京をベースにしていてデザイン事務所ヴィレッジのあの創設者でもあります。もしかしたらご存知の方もいるかもしれません。で、中島さんはその例えば紙素材にとてもこだわっていらっしゃって、例えば再利用することとかそのなんだろう無駄を無駄にしないとかそういうことにとてもあのフォーカスしている方ですで。例えばこれはデビル・リンチの。 あのフライヤーなんですけどそのやれ紙って言ってやっぱ印刷機にかけるときにどうしてもあの印刷機がこう乗ってくるまでの間にいっぱいこうだろうミスプリント的なその印刷がうまくいかなかったものっていうのが発生してしまってそれは全部ゴミになってしまうんですよね。そそそののの問題というかその事象に注目してじゃあその それ自体もグラフィックとして扱っちゃおうっていうのが長嶋、うん、さんのこのグラフィックのあの試みでした。これをじゃあこうやってこのままこう出してるわけです、ね。出してるんです。<ー>もう読めないのももうありみたいな感じで、<ー>でそう,うこうなるように多分デザインされてるんですよね。<ー>だからやれがみも含めてその初めから完成品として使えるっていもちろんこれはコンセプトにも合ってる。その音楽とノイズの話をかけてやってるっていうところも。 <laughs> かっこいいですすねねでよあとはこれはあのあとイタリアのビエンナーレのお仕事をされてた時に、えっと、コロナのコロナ禍だったっていうのもあるんですけどその普段であればこう世界中のこう、まあ、建築のビエンナーレだったんですけど建築に関わる人たちがみんなこう飛行機に乗ってイタリアに来てそこでそのみ、ね、1週間とか。あの 建築の最前線を見るみたいな活動をするビエンナーレをあえてもう全部バーチャル化するっていうプロジェクトでもともとコロナ禍で行けないだろうっていうのもあったけれどもまあこういうことをすることも可能ですよっていうのを見せるでそ,のそれによって飛行機に乗らなくても済むっていうことがあのデザインを通してこう見せるっていうことをやってたりされています。 長嶋さんの言葉をちょっと紹介したいなと思うんですけど目の前のなすべきことをなすという姿勢は大切だと思うもののさまざまな方々からお声がけいただく中で何でもかんでも仕事をお受,受けして目の前の仕事をデザインでより良くすることは時に正しいことではないのでやらない倫理観を自分の中に持っていますっていうふうにお話しされてました。うん、であと長さんはあの 女性のグラフィックデザイナーですごく最前線で活躍されていてでそういう人って実は今の日本のグラフィックデザイン業界では少ないんですよねでしかもあの長嶋さんとあのお子さんを出産してあのいてお母さんもしています。でそののの出産さされてててててからの働き方の変化についい語っっくださっていて、うん えっと、自分のの想像する未来の時間が100年伸びました自分が死んだ後にこの子は生きていくその環境がとても過酷なものであることを想像したら自分にできることはしたいと強く思うようになりましたっていうふうに語っていましたすごなんかこの言葉すごいあのやっぱ自分のそのんだろう長嶋さんっていう個人から来てる感じがすごくいいなっていうふうに思って見てました。 ちょっとどんどん紹介してきちゃいますけど 2>,、うんえっと、2人目がジョニー・ブラックさんっていうアメリカサンフランシスコを拠点にしているあのデザイナーさんですで「The、Office of Ordinary Things」っていうあのデザイン事務所をされてるんですけどあのこの事務所のすごいところはなんか,とにかくデザインがかいわゆるサステナブルデザインみたいなこう、うん 雰囲気が感じられないないんかすごいお金も使ってる感じがするのに実はめちゃくちゃ環境配慮の素材を使ってるっていうのがウェブサイトに全部リスト化されて例えばなんかそのプロジェクトの中でここのこれは この紙の紙こから来たたここの紙を使っててますすみいいなことが全部書かれているんですよねで彼らのプロジェクトで一番有名なのが多分このパタゴニアの,あの冊子だったんですけどこれは世界で初めても藻のインクで印刷しているっていうその今モノ大量発生っていうのがすごい世界全体で問題になっちゃってるんですけどもその藻をあの回収してインクとして、まあ、それも生分解性の。 ものになるので使ってみようっていう試みでしたで、ジョニー・ブラックさんの言葉をちょっと紹介したいなと思うんですけどサステイナブルなデザイナーは真の優れたデザイナーであるということも忘れてはならないと思います、うん、そこに断絶があると思うのですサステナビリティだけに焦点を当てても影響力を発揮することはできないでしょう 興味深く挑戦的で視覚的に美しいデザインを想像しなければなりませんっていう風に言ってました。で、なんかこの言葉は私は結構、なだろう自分への批判というかなんかこう頭に留めときたいなと思っている言葉でもあって、あの私は結構気候変動のことをやろうやろうっていう気持ちが結構。 前に出,は出過ぎてしまうことがあるのでそれも大事なんだけど、えっと、やっぱり視覚的に楽しいとか、うん、瞬間的になんだろう多くの人を魅了するデザインというものの力を一緒にこう兼ね備えていないといけないなというふうに思います。うんうん、面白いいですね <laughs> はい まさにサーキュラーオフィス立ち上げた時にはこういう発想をずっとやっぱ議論していてそのだからサイトを作ってもらった時にもいわゆるサーキュラーのイメージにが出てくるような,なんかその綺麗でなんかこうすっきりしちゃったようなデザインじゃなくてサーキュラーと対極にあるようなものとサーキュラーを結び合わせるような回路がまあ美学だったり美術だったりするかなみたいな話をしててかとにかく楽しいとかワクワクするみたいなのをすごい前面に押し出していこうみたいな。 話をちょうどしてたのでこれ、うん、はすごく響きますねうん,うん、うん、そうですよねうんうで3人目がクシュブー・ガンディさんでインドプネをあの拠点にしている、えっと、方ですでデザインと素材の研究所ゴードゥ・グッドっていうのもやられていますグラフィックデザイナーさんなんですけど素材の研究もされてる方ですうでうとあの それこそあのインドの選挙の投票率を上げるためにあのキャンペーンをしてみたりとかあ,のあと女性の権利ですね女性の,がの声がもっともっとインドの政治の中で反映されるべきだって思ってこう女性の中の投票率を上げようっていうキャンペーンの,あのグラフィックデザインをされたりしていました。で あのクシさんの面白いところはですね、その環境問題っていうことをま個人的にとても不安に思っていて、で最終的に自分であの成分改性の素材を作るっていうことにあのみっていう道に進んで行かれるんですよね。えー、なので今あの二足のわらじというか、その自分もこう白衣を着てあの。 どういうマテリアルだったら成分改正でしかも耐久性があるのかっていうのを研究しながら新ししいいいマテリアルを作っていらってらゃいます、えーうん、で久ブさんにはその、まあ、素材の話とかんだろうマルティディスプリナリーって言うと思うんですけどその、うん、いろんな分野で活動することっていう話もいろいろ聞いていて、うん、その結構最近細分化されてる デザイン業界だけじゃないと思うんですけどあの自分のでやる範囲はここだけであとは向こうに向こうに行ってなんか違う人にお願いするっていうことが増えてきてる中でなんか全部を広く見渡せるとか、うん、いろんな分野で能力を発揮することの,あの大切さとか面白さっていうのも聞きました。うんえー <coughs> 今日紹介したいなと思って持ってきた言葉はあの実はデザイン業界が経済成長に伴って北半球グローバル・ノースを中心に発展したことについて聞いた時の言葉ですね。えー、とそれはは事実でですのの違いいや誰かの意見ととうことではありません経済成長の違いはデータと歴史に集約されています。 そしててこれが自然環境に大きな圧力をかけておりグラフィックデザインはそのの一部なのですで世界の北西と南東の間に不公平な違いがあったとしても個々の国ができることはたくさんあると思いますっていうふうにおっしゃっていてでクシブーさんはやっぱり自分はインドで活動しているからインドの人たちがもっともっとできることがあるはずだっていうふうにインタビューの中では話されていました。うん <laughs> で4人目が、えっと、ThisAin'tRock'n'Roll っていうあのデザイン事務所の2人ですすごい見た目もなんかアナーキストみたいな <laughs> かっこいい2人なんですけど <laughs>、えっと、ロンドンドであの事務所をやられてますでこの2人はご存知の方がいるか分からないんですけど e x t i n c t i o n r ベ b e l l i o n っていう環境団体の,あのビジュアルアイデンティティをされた方です たちで,すでまあ最近のニュースでなんか多分美術館のなんかゴッホの絵にトマト,のトマト缶のスープを投げたりとかそういうのでちょっと話題になってたと思うんですけどその環境団体ですね。でイギリスで多分一番大きな運動を起こしてるかなと思うんですけど実はデンマークなんか世界全体にエクスティンクション・レベリオンはあの支部がありまして。 あのデンマークでもステッカーとかよく見ますし実は日本にもあのその活動をしている人たちはいます。うん、でエクスティンクション・リベリオンの面白かったところはあの出てきてあの間もない頃ですけどそのビジュアルアイデンティティのそのデザインの要素 あの書体であるとかロゴであるとかイラストっていうものが全部ダウンロードできるようになってたんですよねウェブサイトから。だからそれによって世界中のデザイナーの共同が可能になったんですよ。で,でそのオープンソース化するというかその共有することその所有するんじゃなくて。 こう共有することの大事さみたいなことをあの始めあの結構早い段階からやられてた人たちですで彼らはですねこの人たちはあのブ,ライんブリックストーンかなにいるんですけどブリックストーンも結構トランジションタウンみたいな感じで、うん、あの地域のコミュニティの中であのお金を回していこうっていう活動をしているところです。うん <で>これが地域通貨、ね、地域通貨なんですよね。はい、で、めっちゃかっこいいですね。<laughs> そう、デビッドボーイがいます。はい、で、そのクライブさんにその再生紙を使うこととかに関してどう思いますか。素材に関してどう思いますかって聞いた時の答えがこれで、はい、あの素材を選ぶことよりも目的を評価することの方が重要だと思います。紙の目的がマクドナルドの包装紙だったらどうでしょう。 もしその紙があるグループの人々が独自の通貨を持ち地元で商品を交換できるようにするためのものであればそれはやったほうがいいでしょう目的が全てだと思いますっておっしゃっていてでそうなんですよね多分この例えば地域通貨の紙が再生紙かどうかっていうことよりも地域通貨を作ってるっていうことの方がやっぱり大事なんですよね。そこもすごくあの面白いといとうかその 俯瞰してみることとか、そのどうしてもそのなんだ素材にこだわりがいってしまうことも多いんですけど、目的は何だったんだっけってちょっと引いてみてみるっていうあの大事さを言っていましたね。あとはもう一人のチャーリーさんとの話の中で出てきた言葉です。おすすめの行動はお金の流れを追うことです。企業やプロジェクトなどの報告書が発表されたら、誰がお金を出したのかを調べるべきです。 タバコ産業で起きたことが今化石燃料と民営化の分野で起きているのです。これらの企業のロゴデザイン素材広告すべてのグリーンウォッシュはデザイナーとの共犯によって行われていますっていうことも言ってました。うん、本当にその通りだなって思う思うん、思うんですよね。うん、で、あこれでももうちょっと突っ込んで説明してもらった方がいいかもしれない。いいですかね。そうですかね。うん、はい。うん、で例えばこの話が出てきた流れとしては実は。うん えっとですねデザインミュージアムかなえっとロンドンのデザインミュージアムでえっとえっとすいませんちょっとじゃあデザインミュージアムの話でいいか、うん、なんかカーボンニュートラル展みたいなものをやってたんですよ一時期。<ー> まあ皆さんもなんか最近そういう言葉聞くようになったかなと思うんですけどあの脱炭素化を進めるためにカーボンニュートラルにしていきましょうみたいなぱっと見いい感じの展示がやっていてだけど実はそのカーボンニュートラル展の,あの何ですかそれこそ奥付け的なその誰がスポンサーになってるのかっていうところを見ると。 シェルなんですよ<ー>で完全にグリーンウォッシュなんですよね<ー>だから要はその化石燃料シェルって、まあ、そう石油を売ってお金を稼いでる会社ですけど、うん、がそのあたかも自分たちはカーボンニュートラルを,にを目指してやってますみたいな、うん、こう大がかりなプロジェクトをやってであのいるでしかもそれもすごくきれいにデザインされてその展示が行われてたっていうところを見た時に果たして。 そのパッと見の、なんか、あ、良さそうだなって思っちゃうところをもう一つ。ちょっと先に、言って、うん、一体それは誰がお金を出して。実現しているのかなとか、うんうん、えっと、そういうところまで見ることがすごく大事だっていうことを。言っています。うん、で、その。そういう意味での、お金の流れを追うっていうこと、うん。そうですね。お金の、流れ、うん、あと、その、会社の。 あのレポートとかあの大きい企業って大体その年間の報告書とか出してると思うんですけど、その企業自体はよ良さそうに見えても実はその企業にお金を出してる企業がすごく化石燃料系の事業だったりとか、下手すると武器を使っている事業だったりするんですよね。がそういうところまで見ることが大事だよっていう視点だったと思います。あとは民営化も同じようなことが言えるんじゃないかなって。 ね、民営化の分野っていうのはこの人の念頭には、うん、例えばど,どんなことが多分、水道だが<ー>主にイギリスも今水道の民営化の話が起こっているのでだから多分その民営化するとすごくいいですよっていう,こう、うん、キャンペーンが行われているけどそれを誰がキャンペーンができるそのキャンペーンのお金は誰が出しているんだというところを見ると実は、うんあの 怪しい <laughs> とか、そういうことが起きてるかなと思います。ね、はい、大丈夫かな。ありがとうございます。はい。で、最後のインタビューした方がベネデタクリッパさんっていうストックホルムスウェーデンを拠点にしていて。あの、あの、出身はイタリアの方です。で、グラフィックデザイナーでありつつ、あの、大学でも教えてる研究者の方でもあります。で、彼女の、あの、面白い。 あの視点っていうのが、えっとビジュアルサステナビリティっていう考え方をあの研究されてる方でで、そのビジュアルサステナビリティを実現するためには、あのいろんなレイヤーがありますよね。っていうことを話されていますで。ちょっと私が話してたこととも関わってくるんですけれども。その？紙を選ぶこととか、そういうレイヤーがあって。 あるのとはまでさらに大きいところで言うとその社会の仕組みとか構造をどうやって変えていくかっていうところまでアプローチするとかそういうあの幅の広いビジュアルサステナビリティの方法がありますよねっていうことをあの大学で教えられてる方です。うん、あとはその そぎ落とされたデザインっていうものが最近すごく増えていると思うんですよね。まあ、それはきっとあの、えー、シリコンバリーとかであの,あの出てきてるあまアップルとかもそうですけど、そういうこうものすごく影響力のある会社たちが良しとするデザインっていうのがだいたいこうそぎ落とされたデザインなんですよね。でそれがほ果たして本当にいいのかっていうことを彼女は。 結構問いいを立てていてであえてこう装飾的なデザインをしてみたりとかあのいわゆる女性的って言われるようなもの,、まあ、その女性的って言い方はちょっとあの問題があるかもしれないですけどこうケアの側面でしてきたようなデザイン、うん、例えばテーブルが寂しいからお花の模様を描こうとかなんかそういう思いを込めてやったものがなんか。 最近のこのデザインのトレンドでいうと、そういうものはない方が美しいってなってきてるんですよね。そのまそれは欧米の特に特徴だと思うんですけど、まあそれに対してちょっとあの反抗するようなデザインの提案をしていたりします、うん。で、彼女のあの言葉の中で持ってきた言葉がこれですね。とデザイナーとはすでにこの世に存在しているものを超えて他の何かを示す仕事をする職業です。 目の前にあるものをただ受け入れるのではなく、その先にあるものを構築するために存在している。それがクリエイティブです。このサステイナブルではない世界は特定の人が特定の期間に作り出したものです。避けられないものでもベストなものでもありませんっていうふうに言ってました。うん、で、これは本当にそうだなと思うんですけど、なんかこう私たちが今こう生きているこの世の中のなんか社会の仕組みってなんかもう そ,うそれ以外のものをちょっと想像するの難しいと思うんですけどでも実はその例えば化石燃料の使用が増えたのも本当にここ50年ぐらいの話なんですよね、うん、だから50年前できてたことが今できないっていうのはちょっとやっぱりできないって諦めたくないですし、うん、それはそのんだろう交代するわけじゃなくて。やり方次第で あのそれがね1,000万年前とかだったら難しいかもしれないですけど50年前って全然私のたちの親世代が体験していることなのであの、うん、あのもっともっとあの広い視野を持ってあの違う社会があり得るっていうふうに思っていいんだなっていうのをあのベネデッタさんの言葉からなんか学びました。ここのインタビューをしたことによって、うんうん すすごい前向きになれたんですよね私はそのさっきの話に戻ってきますけど、うん、なんか作ること自体が悪なのかなって思ってたけれどそうではないかもしれないなんか想像すること自体は悪ではないんだよなっていうその,その想像クリエイティビティをどう使うかが問題なんだよなっていうふうにれはました。うん、そ人でしたっけ、はい 全部で6人人人になりますかね、うん、6人が、まあ、それぞれ作り手でありながらその自分たちのスキルとかクリエイティビティを投入する局面とか場面とか媒体とかを非常に選んでる選択的にやってるからっていうことなんですかね多分ね。だからやっぱりその、うん、逆に言うと何をしないかを結構決めてるっていう感じが受けたんですけどそれも。 そそううですねうですねきっとそうだとだ思いま何をするかというよりかは確かにその長嶋さんが言ってたようにやらない倫理観を持つみたいなところは一貫して皆さんにあったかなって思うんですよねちょっと聞いて聞いてたかどうか分かんないというか善意に聞いたかどうか分かんないですけどそのようなその選択で自分の仕事を選択していくって。 往々にするとその日本の一般的な理解だと割と若い頃は何でもやってで駆け出しの頃はもはそんな選んでる暇ないよみたいな感じでだん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 そのこれも人によって違うかもしれないですけど徐々に自分の仕事を選べるようになっていくみたいな話は割と聞くと思うんですねでもこの人たち聞いててどうでしたそのキャリアの最初の頃からそういうことができてたのかも,うものすごい例えばわかんないですけどパンク精神に根指して。 もう最初からアナーキズムとセットでそういう活動的なデザインをやっていたのかど,どんなそうですねおそらくですけど、うん、あの全員にあの聞いたわけではないのであれですけど、まあ、きっとその経験を積まなきゃいけない時代っていうのは皆さんあったんじゃないかなと思うんです、うん、その自分が選択をできなかった時代っていうのはあったんじゃないかなっていうふうに思います。なのであのそれは なんだろう大学を卒業してすぐにこれを実践するっていうのはもしかしたら難しいかなって、うん、私も正直思います。うん、でもあの、ね、キャリアが進んでいってあの例えば、ね、5年から10年ぐらいの間にその土台を作ることができたらその選択することが可能になっていくんじゃないかなっていうのと、うん、あとはディスエン・エイン・ロックンロールの2人が言っていたのは。うん、あの 私が結構何回もネガティブな質問をしたんですよ<ー>なんかとはいってもとか言ってあそんなんか断ったら仕事なくなっちゃわないですかとか<ー>そういうことを聞いたらなんか<ー>そんなことはないって言われて<ー>でやっぱりそのいろんな人たちがいるから社会にはそのいろんなプロジェクトがあるしその例えばグラフィックデザインとか勉強してる人ってすごく 限られたキラキラしたものばっかり見てたりするんですけど本当はその社会に必要なデザインプロジェクトっていっぱいあってでやっぱりそのキラキラしたやつ断ってると、うん、あの違うプロジェクトが来ますよって言われたんですよね。でやっぱりそういう一つでもそのあの例えば社会にとって良さそうよくなるまあそれもあのもちろんなんだろう いいろろ見方があると思いますけどそういうプロジェクトを1個やればこのプロジェクトをやった人にお願いしたいみたいな感じでどん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 つながっていくのでプロジェクトを断ること自体があなたの,そのキャリアを潰すようなことはないっていうふうにもう断言されてたんですよね。うんうん、それはもうややっってててみみななさいみたいた、うん、<laughs> 失敗してからあの、うん あのもう一回じゃあ聞いてくださいみたいなるほど <laughs> 本当にそのそれでうまくいかなかったらもう一回聞いてくださいみたいな感じで、るほどなるほど,なるほど面白いですね。絶対そう <laughs> とりあえず断ってみろみたいななるほどなるほど、ね、面白いです。もう一個ちょっと質問させてもらいたいのはこの五人はどどうやってこう見つけてこの五人にたどり着いて六、うん、人かたどり着いてえっとどういうふうにアプローチしてそのまあ、すごい なんか素朴なこと聞いてますけどどうやってアプローチしてどういう形でインタビューしたのかってちょっっと教えててもらっていいですかそうですすかそうねやっぱりその初めに言ってたグループリサーチの段階で何人かあの目星をつけていたっていうのもあるんですけど、うん、あとはそのもちろんこの 5, 5組、まあ、6人以外にもたくさんいたんですよねそ,の、うん、そういう活動をしてるグラフィックデザイナーさんたちは意外とたくさんいます。うん、なのであのそういうい リストの中からちょっとバランスを見ながら、まあ、この人とこの人はちょっと活動が似てるなって思う人は、うん、まあ声をかけなかったりであったりとかあとはまあ男性と女性のバランスとかあとどうしてもその先進国の,あのデザイナーさんが目立っちゃうんですよねうん、うん、こういうことを話をした時に。うしても関は あのそうですねいろんな人に声をかけてこういう人いないかなっていうのであのやっと見つけた方でした。いやすごいいいバランスでなんかインタビューされてるなっていう感じがしたのでまあ多分バランスは気にされたんだろうなっいうこと、うん、あとはもう直接コンタクトですかそうですねそうあのメールであの、うん、でもあのコンタクトするときにもう。 ストーカーかなってぐらいにもう,そのもう声をかける5人の,あの書いてる記事もポッドキャストも本も全部読んでからあの連絡しました。だからもう 質問リストも全部作っておいてこういうことが聞きたいですとその人たちの記事も全部読んでるっていうのが分かるような質問でアプローチしたので多分この人本気だなっていうのが多分伝わったのかなっていうそれは聞かれる側本望ですね。取材で申し込まれても全く読まれてないで来てる人っていうのすぐ分かりますからねそれはすごいですね。 ああそれはやる気伝わったでしょうね <はい S 1> <laughs> そうですねそうで,でもあの面白かったのはこうインタビュー形式であのしゃべりたいっていう方と文面で返したいっていう方がいらっしゃってなのであの別々に対応してでそのあの本の中でもそういうふうに別々というかまあこっちはオンラインで会話でインタビューしてますっていうのとこっちは文章でインタビューしましたっていうのが分かるようにしてやっぱりその文体とかこう表現の仕方とか 変わっていたので,で、なるべくまあそのままの言葉であの本としてまとめて、<うん S 1> なるほど。<はい S 1> すみません、脇道取れました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、あとはあの想像すること自体は枠ではないっていう話のつながりでですね、あのデザインやクリエイティビティっていう。 分野が利益を求め続ける市場の中で利用されているってことについて、意を唱える書籍が最近増えてきています。それは、そのネオリベラリスティックな、こう、あのマーケット市場主義みたいなことが、まあ日本も含めて世界全体で起きているんですけど、それに対して、こう、いやいや、それじゃダメじゃないかっていうのを、あの言っているデザイナーさんたちっていうのが、やっぱり増えてきていますね。で。 うん、これはあの実は最近の本ではなくてあのナオミ・クラインさんの,あのロゴなんていらないっていう放題がついている「ノーロゴ」っていう本の,あの一部の引用なんですけどあのえっとマクドナルドアップルナイキスターバックスなどの大企業によるブランディング行為が世界中の人々に対していかにその理想的なライフスタイルを売り込んでいるか。 そしてその一方で南半球グローバルサウスの人々を搾取することでいかに生産工程を安く済ませているかっていう現実を表りしていました。あのその本の中でですねもうあの書かれていましたあと あ、原子とクリエイティビティっていう本を書かれているオリーモールドさんって方がいらっしゃるんですけど、そのモールドさんはえっと現代社会において、私たちは経済成長を促進するためにクリエイティブになることを求められてるっていう風に言うんですよね。で、クリエイティビティという言葉そのものが新自由主義の中で、本来の意味とは異なる含みを持った言葉に再定義されたって。彼は言っています。うん、で、なんかこの？ 文章を読んだときに確かになって思ったんですよね。なんかクリエイティブで色とか、うん、クリエイティビティっていうことのカタカナ言葉がすごいわって、日本でもつく使われるなと思うんですけど、あの、それがもうイコール利益作れる人みたいになってきちゃってるっていう現実があるんじゃないかなっていうふうに思います。で、なので、その私たちが持っている、まあ今日、あのアート系の方もいると思うので、ちょっとデザインの話が多くなっちゃったなとは思うんですけど、まあ。 どちらの領域も多分創造性っていうものがあの大事になってくる分野かなと思っててその創造性が一部の富裕層がさらに裕福になるために利用されていないかっていうことに目を向けるのがすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん、でどうしようかなちょっと早い感じで私が実践していることをざっと言って、うん、あとは質疑応答みたいな感じで終わりにしようかなっていうふうに思います。で、まあ 実際こういうんだろう5組の方と話をした後であのでできること私も実践していこうと思ってやっていることを紹介したいなと思います。でクライアントワークに関しては、えっと、気候変動や環境破壊社会的不平等を悪化させるようなプロジェクトやクライアントの仕事はもう引き受けないと決めました。 でそれをウェブサイトにも公表してあのそういう依頼が来ないようにしているしもし万が一来てしまった場合もあのそれをその人たちのプロジェクトの内容とか会社のウェブサイトに行ってあの吟味してあのダメだと思ったら絶対引き受けないというふうにしてますこれはそのディセントロックンロールさんたちのあの試してみろって言われたので <laughs> もうやってみようっていう感じでやっています <laughs> でその化石燃料 書いてありましたけど化石燃料を使うこと、まあ、全く使わないっていうのはまあ無理なんですよね、うん、なのでまあここでいう化石燃料っていうのはもう化石燃料でお金を生み出してる人たち、うん、っていうところになりますとあとは自然や人々の搾取っていうところですねなのでここも完全にゼロにするっていうのは難しいですけどもうなるべくなるべくそれが少ないであろうプロジェクトを積極的に選んでいくっていうことをしています。 でじゃあその引き受けますって決めた仕事の中で、えっと、環境配慮とか倫理的配慮を促すデザインをこちらから提案していく。うん、なのでそのじゃあこのプロジェクトをやりますって言った時に。 そこからじゃあ生産工程はどうしましょうかとかサイズはどうしましょうかとかどんな紙を使いましょうか印刷会社はどこにしようみたいなところでデザイナーとして提案できることっていうのをしていきますもちろんクライアントも予算があったりいろんな条件都合があるので全部をいいですねって言ってもらえるわけではないんですけどあの提案するっていう行為そのものでこうクライアントの意識を変えることもできるなっていうふうに思います。そうですねはい でそういう感じでいろんなプロジェクトを今あの引き受けていてあの、うん、彼らが言っていた通り断っても今のところ大丈夫っていう感じですね。ああで、むしろそのあの平山さんはそういうプロジェクトをやらない人だっていうのを知ってもらってるからこそあの依頼してくれる人っていうのがいるので。あのうん ここれが言っっってててたとかいいうふうに思っていますねうんやっぱりそれを見て依頼してきてくれる私が今までこんなプロジェクトあるって知らなかったようなプロジェクトの人たちがこう声かけてくれるようになったりしています。あとはまあ自分から言ったっていうパターンもあるんですけどああのこの人たちのやってる取り組みがとても素晴らしいから私がデザインしたいっていうのをこう連絡してこう,うこ,うこういうものですって言って。ああの そういういも直接コンタクトしてうん、うん、なんか面白そうなのでこういうことやらせてくださいみたいな提案をするみたいなことですかうん、うん、そうですね。うう感じですであとクライアントワークのほかに、えーそうですね、いろいろやってることあるんですけど一つはあのアンダー30世代のための政治と社会の教科書メディアっていうのあの目的でやってるノー・ユース・ノー・ジャパンっていう。 あの主にインスタグラムで活動していここはあと5年前からですね約5年前にデンマーク在あのにいる時にあのファウンダーあのそう始めたメンバーに出会ってそれをきっかけにあのロゴからあの全て投稿のデザインとかも全部やっています。で なんかこのノー・ユース・ノー・ジャパンのデザインをやったことが結構私にとってはデザイナーとしての転機になっている部分もあってあのこういう,なんだろう社会の中でなんだろうこういう発信をすることがきっとあの日本の社会をより良くできるまあ一つの手,がなんか手助けになるのではないかとかまあその投票率を上げたりとかその政治にもっと若い人たちに興味を持ってもらいたいなとかそういうところ を後押しするようなプロジェクトにデザイナーとして関われることがすごくやりがいがあるなとあとはあの日本に来た外国人の人たちヴィーガンとかベジタリアンの外国人の人たちがあの日,本の人たち日本の飲食店の人たちとコミュニケーションがうまく取れるようなツールを作ってみたりとか、うん、あとは、 えっと、渡り鳥のアマツバメっていう渡り鳥がデンマークにいるんですけどそのアマツバメのも今ちょっとあのなんていうんですか数が生態数がすごい減ってきていてそのアマツバメの保護のための,あの意識を、うん、なんていうかアマツバメ保護にを盛り上げるための,あのカレンダーを作ったりとか。 あとはえっと投票ポスターっていうプロジェクトも実はやっていてこれは日本でのプロジェクトなんですけどえっと選挙があるたびにあのいろんなクリエイターの人たちに声をかけてえっと投票に行きましょうっていうのを促すポスターをあの作ってもらってそれを全部ダウンロードできるようにしてウェブサイトで公表しています。これれは自分が作っったポスターなんんででですすけけどどそれ以外にも,もう今まで3回やってるんですけどあの200 以上のポスターが作られれてていてそれこそこ結構有名なアーティストさんとかも参加してくれていてあの要はこのサイトに来た人は自分の好きなポスターを選んで PDF ダウンロードして印刷して自分の部屋にとか窓に貼ったりとかお店だったらそういうあの展示とかやできるようにあのしていますそういう活動をしています。そうですね あの小さい時から絵とか描くの好き,だ好きでしたし多分そういう人が美大に来てる人たちの中にも多いんじゃないかなと思うんですけどなんかこう物を作っていくこと自体はややっぱりやめたくないですよねその自分はその日本人でデンマークに住んでてすごくこうグローバルノースであの特権があるなっていう自覚があるんですけどでなんかものを作ること自体がもう悪いことなんじゃないかなって思う時もまだまだあるんですけどでもそれはやめたくない。 なって思っていて、で、なので、じゃあどういうものづくりをするかっていうところを考えたときに、その極端な消費主義に奉仕するようなグラフィックデザインじゃなくて、より良い世界を創造するためにグラフィックデザインの仕事をしていきたいなっていうふうに思ってます、うん。はい、トークは以上です、はい。ありがとうございます <laughs>、はい。じゃあちょっと拍手しましょう。 えっと、質問すぐに出るかわからないですけどもしあのこのあと時間がもうないのでできればこの10分の間に皆さんからできる質問とかこの辺もちょっと突っ込んで聞いてみたいとかあれば手を挙げてしゃべってもらえたらなと思いますどなたからでもどんな角度からでももちろん構いませんのでなんか思いつくところからあじゃあお願いします、はい、ありがとうございました。 何かこうデザインを生み出していく上でその自分の考えを構築していくためにいろんなところからこう情報を集めたりなんかこういうものがあるんだっていうこういうデザインがあるんだっていうのを知ることってすごく多分大事だと思うんですけどなんかそのやっぱりデザインの提案を。 やっていく上でどうやってそういう今あるいいデザインだったりなんかっていうのを情報を集めてるんだろうなっていうのをお聞きしたくて、うん、何かそういう例はデ,デスクリサーチとかで何かウェブサイトで調べたりだとか,なんか現地に行ったりだとか具体的な方法がもしあったらお聞きしたいなと思ってます、はい、ありがとうございます。そうですね、あのー このインタビューする人たちを探す時もそうだったんですけどあの、まあ、本当に最近はいろんなところに情報があるのでそれこそあのキーワードで検索していくと、まあ、1回目の検索では出てこないかもしれないんですけど、まあ、掘っていくとあの毎回この人の名前出てくるなとかあの毎回このプロジェクトがあのいろんなところで紹介されてるなっていうのがなんか こう見えてきたりしますねあとはその例えば成分改性とか例えば成分改性プラスチックとかあのキーワード的なものが多分いろいろあるかなと思うんですけどあのそういうところでこう頻繁にそれもんだろう1回で終わりじゃなくてこう半年前こうだったけど今どうだろうって言ってもう一回検索してみるでそうすると今度成分改性の,の素材で前は見なかった素材がもう。 例えば利だからその大事なんだなと思うのはあの私も本を作ってちょっと一安心みたいになっている部分もあるんですけどでさらにもうあのいろんなその気候変動っていう課題はもう世界全体で取り組まないといけないあの問題なのでよくもあのいい意味でこういろんな人たちが同じうあの同じ 今の時代にいろんな取り組みをしてるんですよね。だからその人たちがこうどんどん生み出していく面白いプロジェクトとか、私も利用ができるヒントがもらえるプロジェクトっていうのをあのコンスタントにあの調べることが大事だなっていうふうに思ってます。はい。で、あとはいくつかそういうものをまとめてるサイトっていうのもあ,あるので、なんかその例えば。 英語でローテックマガジンっていうのがあるんですけどそれはすごく面白くてあのハイテックの,その,あの反対語としてのローテックなんですけど例えばローテックマガジンはまあウェブサイトの,あのメディアなんですけどあのすごくこうサーバーの負荷を抑えて作られてるんですよね。なのであの画像とかもものすごい粒子が荒くなってたりとかしてだけどそれがすごくかっこいいんですよ。 でそこでその今こう,こういうものが出てきてますっていうのを紹介してたりとかあとはそうですねあのフューチャーレスっていうあの媒体もあるんですけどそこはもう少し非公儀の意味でのサステナビリティっていう形で、まあ、そのいろんなそうですね 人種差別みたいなそういう課題に関しても含めてグラフィックデザインとか、まあ、デザイン業界がどういうことができるかということをあのまとめてるサイトとかもありますなのでそういう,なんかもういろんなところからあの情報を得てますね。はいうん、ありがとうございます ちょっと英語になっちゃうのがちょっと申し訳ないんですけどね。日本語だとそういうサイトはなかったりするんですかね。うん、やっぱり英語の方がどうしてもどうしても英語の方が情報が安いっていうのが現実あるかなっていうふうに思うんですけど、うん、なんかそれこそね日本でもっとそれを盛り上げていきたいなっていうふうに思いますね。うんうん、はい。な、うん、るほどあ。ありがとうございます。はい。なんか私はあの。 なんか今大学ですごくいろんな知識に触れさせてもらえる場所で生か,かしてもらっているけれど最終的に卒業してなんかたった一人で自分が選ぶもの全てがこう仕事であれ消費であれなんかあのいい方にも悪い方にも転ぶものに本当に本当に自分の責任でなっていく時になんかすごく 今その未来を予想すると萎縮してなんかあの例えば、まあ、自分が確実にこの仕事ならこの他の人を傷つけないだろうって信じられるものに飛びつきたくなるっていうか、まあ、行った先でそんなものが実は本当に誰も傷つけてないなって保証はないんですけどでもすごく萎縮した気持ちになるんですけど一方でなんか平山さんは。 なんかデンマークまで行ってみようとかなんかもっと先にある人とつながろうとかうん、うん、あの萎縮じゃない方向に進んでいて、うん、その原動力はどこにあるんだろうって、うん、どうしてあの自分が取る行動のなんか恐怖に負けて終わらないんだろうっていうのがすごく気になって。うん、ありがとうございますなんか そういうふうに見,見てくれるんだっていうのがなんかちょっと嬉しかったですけどそうですね何ででしょうね多分それこそなんか豊さんが初めに言ってくださったんですけどその私高校を卒業してあのすぐに大学に行けなかったんですよね。であの 3年ぐらい社会人して自分でお金を貯めてからあのやっとたまびの夜間に入れてで日中もずっと仕事しながら夜間の大学に行ってたっていう経緯がありますでなんかもうその時点で結構なんかこうなんだろうみんながこう目指しているいわゆるレール社会のレールみたいなものから完全に外れてしまっていてこう就職する時もなんか年齢を聞かれてなんで25歳なんですかとか言われたりとか。 でなんかこう自分の価値っていうのがすごくわからないなっていう気がしたんですよ。な,んかなので,でそれに対しての憤りもありましたしだからうーんなんだろうな。 普通とか,なんかこうあるべきみたいなものに対する抵抗感っていうのは多分もともとすごくあったんですよねその周りの人から言われるそういうことに対していや違うと思うってう私がそれを証明したいっていう気持ちがすごく強くあったかなって思います。でもその怖い感じはすすごくわかりますしあのましあ、ね ここういうふううういいにに言ととすすごい切れ事に聞こえちゃうかなと思うんですけど私もやっぱ下積み時代みたいなのがあってそれは昨日の,あの授業でちょっと話させてもらったんですけどやっぱりやりたくない仕事もいっぱいしたんですよ。うん、でその選べなかった時代っていうのがあってその時代はとにかくとにかくもう技術を磨く時だって言い聞かせてやりたくない加担したくないものに加担しちゃったっていう時代もあったので今そのフリーランスになって。 自分が選べる選択できるところにやっときたなっていう気持ちでいるのであのなのでもう今は萎縮しないでもうやっぱりや,、うん、やりたいことをやるぞっていう気持ちでやっていますんか余計な補足かもしれないですけど昨日、授業で学部向けの授業の中でこれまでのキャリアパスみたいなのを話してくれて。 えっと割と何ていう全部開けっ広げにしゃべってくれたのすごくよくてそれこそ今話してたように最初から全部が選択できたわけじゃないけれどもでもいつかはってすごく悔しい思いをするわけじゃないですか特に下積み時代ってそうですよねやりたくないことをやったりとか結構な不条理を投げかけられたりとか非常に不条理な状況で働かなきゃいけなかったりとか。 まあ安いお金でしかも深夜までとか毎日毎日それ連続させなきゃいけなかったりとかなんでこんなことやってんだろうみたいな見えなくなるような時期もあってだけどまあやっぱ最終的に自分がやりたいことって何なんだろうっていうのをずっと思い出してたと思うしあと今日はあんまり話さなかったかもしれないですけどその平山さんがその育った環境みたいなものを 非常に環境と密接なところで生きて生まれて生きて育ってたっていうその自然の中でやっぱ育ってたっていうのをが何てか原体験としてやっぱあってその上にそのデザインとかクリエイティビティっていうセットがあってその体験と原体験みたいなものを大事にしようっていうルーツとあとその後に学んでいくその美術のスキルセットみたいなものとがすごく合致して今回り始めてるのかなっていうふうに聞いてて思いました、うん。 ちょっと余計な一言でしたけどあと、はいあとは学生時代のなんかジレンマデザインを学ぶ上でのジレンマとかすごく共感して私もなんか作る時にあんまり消費的にしたくないなみたいな気持ちもすごくあるんですけどなんか一方でちょっとマックの写真出たらおいしそうだなって思っちゃったりとか,、うん、なんかそういう生活していく上ではなんか全てを考えられないなみたいな。 のもうちょっとジレンマとしてあって、なんか仕事ではなくて、なんか生活の上でこれはしないとか。気をつけてるとかがあったらお聞きしたいなと思いました。うんうんうん、ありがとうございます。いや、でも、それはすごくいいポイントで、で、この本も、あの。 ジレンマ「ともに未来からデザインする」っていうタイトルにしてるのもそこが,そこがすごく重要であの完璧でいることはまずありえないんですよねどんなに頑張って完璧になりたいと思っても絶対になりえなくて今の世界の中では。うん、あのなのでその自分がこう完璧じゃないことをもう受け入れる。でそれがあることを それをもううう抱えななながらやっってていいいくしかないなっていうふうに思うんですよだからマックの写真見ておいしそうって思っちゃう自分も含めてなんかそれを全否定するのはやっぱり違うと思うし多分そういう考えの人がいっぱいいるわけだから、うん、その人たちを否定することはやっぱりできないじゃ,あじゃあどうやってその社会を変えていけるかなとかどういうオルタナティブが提案できるかなみたいなことを考えることが大事かなと思っているのでなので私のそうですねなんかもうその そう思っっちゃった自分ダメだみたいなふうには思わなくてあのそれよりもんだろうちょっとでもそなんていうかより良い方向に行けた自分を褒めるとか自分だけじゃなくてそういう試みをしようとしてる人たちを褒め,褒めるとか称えるような文化を作っていきたいなと思っててなんか結構日本の,あのソーシャルメディア SNS とかってなんかこうたいたりとか完璧じゃない人を批判する。 傾向がすすごく強いと思うんですねあの人はああ言ってたのにこっちではこうこれをやってたとかでもそういうのってすごくもったいない足の引っ張り合いだなと思っていてそれよりもそのちょっとでもあの前に進もうとしている人たちとこう連帯して、まあ、少しの差とか違いがあったとしても、まあ、それはまあそういうこともあるよねとか,なんかその受け入れつつなんか全体にこうなんか前に進めていけるような発言とかあの対話をしたいなっていうふうに思ってます。 ありがとうございます。ありがとうございます。あとは大丈夫そうですかね。うん、大丈夫そうですか。なんかもし授業の感想とかあったら、はい、ぜひあの私のサイトにあるメールアドレスとかに、うん、送っていただいてもすごい嬉しいですし、まあ豊さん経由でもいいので。そうですね。はい、今日確かそのあレクチャー終わった後に簡単なレビューみたいなのを出してもらおうかなと思っているので。ですね、はい。はい それは届けて、えっと、見れるような状態にしたいなと思ってます。はい。じゃあ、えっと、一旦これで授業レクチャーはー、終わりにしたいなと思います。はい、改めまして、今日は平山みなみさんにお越しいただきました。はい、拍手でお送りください,、はい。ありがとうございます。